インキャを自称する人が嫌いです末蔵さん26歳女性派遣の方インキャでも人見知りでもないのにそれを自称する人が嫌いで仕方ありませんこっちは本気で悩んでいるのに茶化されているように感じてイライラしますこういう言葉が一般化してきた頃からまるでまるまるキャラみたいなごとくに私ってインキャだからとか言い出すやつが増えたように思います しかし私に言わせればそういう言葉は大学4年間便所飯を達成してから言ってほしいです。便所 <laughs> 飯はやりすぎだろう。<laughs> 心が狭いのは承知です。しかしそれでもムかつきます。うんうん、ぼっちぼっち連呼してる人も煩わしくて仕方ないです。たかが一瞬一人になっただけでぼっちかよ。だったら私は生まれてこの方ぼっちだよ。と思ってしまいます。<laughs> こういうイラつきをどう抑えたらいいのでしょうか。という相談です。 これねー、わかる。わかる。うん、これね、でもね、あの、別バージョンでもある。うん。ねえ、S と M どっち <laughs> これ。これも似てる。知らねえよ。お前、んどんだけ、どんだけすごいことやってんのかって聞くと、なんか目隠ししたとか、なんか、ちょっと、あの、コスプレしたとか、なんか、<laughs> うん、いいんだけどさ、ああ 人のね、うん、あのねあ感覚それぞれぞだから、うん、でも S とか M とかねそういうのとかさ属性に関することはやっぱり、うん、その属性に対して真剣に思い悩んだり考えたりしてる人にとっては大体、うん、ね腹立たしいよ何のジャンルでもね。うんうん、俺ってオタクなんだよね私ってオタクなんだよねって言ってるやつがなんかじゃあどこまで知ってれば満足するのかっていうところの問題にもねつながるわけ。もう いや、今期のアニメを全部3話まで見るやつが、じゃあオタクなのかって言ったら、別にね、<laughs> そういうわけでもないと思うんですよ。うん、そういうわけでもないと思うから、そのね、この陰キャを自称する人との付き合いを、もうマジでやめていくしかないと思うんですよね。あとは、なんか、その、私がね、考える陰キャっていうのは、その、 ンジョメ飯をやってるから陰キャだと言うというと、まあ確かに陰のものな感じはしますけど、でも、あのー、やっぱ陰キャ、寂しいやつはみんな陰キャなんじゃないですかと私は思いますね。で、このね、無つこのイラつきをどう抑えたらいいか、これはですね、うん うん <laughs> あなたが孤独だからそういうふうに考えちゃうんじゃないかなという気もしなくもないんでなんかなんちょっとネットでもいいんで誰かと心のつながりを持つ努力をするという方向でこの、ね、陰キャを自称する鬱陶しいやつ 痛々しいやつとの縁を徐々に切っていくという方向しかないんじゃないかな。でもねこれね難しい問題なんですよ。私もカップルとね騒ぐ学生大嫌いなんですよ。でもこれは彼氏が言おうが私が実際に、ね、花見を開いてみんなで遊ぼうが気持ちは変わらないんですよ。あなんかねうーんやっぱこれ。 気にしなくなるとかが難しいんで見ないのが一番いいかなーなんては思いますね。私も学生が騒いでたら罵声を浴びせたくなっちゃうから、ばって見ないで、ば <laughs> ってもうだから高田のババにはね7時以降は行かねえとか、うん、そういうちょっと気遣いしてますよ自分なりのね自分 <laughs> 自分に対する気遣いね別にあいつらに対する気遣いじゃないですよ、うん、じゃあ。 津波さんお願いしていいしてですかなかなかスパイシーな感じですね石島さんの本当ですか「陰キャ」っていう言葉が自身のコンプレックスの言い訳になりうるからみんな使うんですよねだから使うなっていうのは無理な話だと思うしまあ使うなっていうことがあれだしそのイラつくなっていうことも言えないからイラついててはいいと思うんですけど抑え方って言われたら。 綱川さんの知り合いがさ、例えばさ自撮りを上げた時にさブスでごめんとかさ漏れてないとかいう風に必ず書いてたらどう思う私はもうあげんなやって思う l i n で可愛いんだからそういうこと言わない方がいいよっていうやっぱそっかあげんなやいいと思ったんじゃねえのかよってまあぼっち なんだったらねもし末蔵さんがいやも本当もし末蔵さんさえ良ければ私と一緒に二人っきりで酒飲みませんかって感じかな<ー>いやいやいや親切にしすぎでしょそんなこと言わんって <laughs> <laughs> めっちゃスパイシーなんです <laughs> いやいやいやでもそういうのがないからこういうイラついちゃうんだろう,、ね、う,そうちょっとこれは言う人がいないから、ね、根深そうなんでねあの、うん、ちょっとじっくりをね 膝つき合わせて飲んで聞かないと話わかんないですよどうすりゃいいのかなしょうがねえな末蔵さんは私が混じるのは嫌かもしれんが三人でね、ちょっと隣に来たらちょっとねご飯でもご飯でもそれでいきますかそれでいきましょうすごいそう。まあでも末蔵さんは便所で飯食うのやめた方がいいですよ便所で飯は食うもんじゃねえから引くわそんなの